はい、2023年の4月6日に撮影しています。もうちょっと4月7日になります。明日金曜日です。雨らしいですよね。で、16日以降も雨が多いらしいんで、ちょっとどうするか対策考えないといけないです。そんな中、関わっていただく方どんどん増えてます。ありがたいです。一人一人とね、増えてきています。そんな10人20人が一気に増えるわけじゃないですけど、でもやっぱり確実に増えていってます。ありがたいです。まあ、もっとね、平日にどうやって関わっていただけるか、どんどん声かけていただける方増えるとありがたいですっていう話と、もう一つは、まあ、関わっていただける方増えてる中で、今なんですよね、もの言うのは私に対して。そうです、今こういうことしてほしい、宇治でこういう暮らししたい、宇治以外でもいいですけど、市外の方でもいいですけど、自分たちって本当はこうやって暮らしていきたいよね、今言わないとなかったことになりますよっていう話なんです。今言ってほしいです、宇治市民の方も。吉川水沼が何かしてくれるっていうわけじゃないです。でも自分たちがどういう意見を持ってるかとか、どういう暮らししたいか、集まって話していこう、今なんですよね。このあと4月16日23日そういう選挙を迎えた後、誰かが当選した時に、当選してから議員の人に何か物頼みに行こうって言っても、もちろん話は聞かれますけど、でももともと一緒に作ってきたっていう土台がない以上は、やっぱり自分と反対の意見ってものすごい聞きにくいですよ。私は私の主張があります。それにと同じ主張を持ってる人たちが集まって政治家になろうとする人を多く出そうとしてるわけですから、そこと真っ向する意見を、いやいや誰々さん議員だから政治家だから取り上げてよって言われても、やっぱり取り上げにくいですよっていう、自分の姿勢と違いますよ、その人の姿勢と違いますよって話だから、今なんですよ、本当に大事なのは。今何々したい、こうしたい、ああしたい、自分はこういうことしていきたい、これを言える人たちがもっと増えないとって思います。じゃないと人任せの政治が続く、企業任せ、政治家、政党の所属する政治家任せの暮らしが続く。で、これの意味するとこは値上げが待ってます。あとは制限のかかる生活が待ってます。人と関わる機会もすごい少ないです。その代わり個人の快適は保障されています。これ撮ってるようなスマートフォンで生活が完結する、雨降ってても外出なくていい、煩わしい人間関係使わなくていい、全部この携帯の中で生活が完結しますよということなんで、さあそれを人任せにしてると、やっぱり制限の多い暮らし、携帯電話、テクノロジーがないと生活できない、で人と関わる、自分が生活していくのに何するにもお金がかかるっていう社会が持っています。それに反対すること、自分たちの暮らし自分で作りたい、食べ物のこと気にしたい、人と関わって人の縁を大事にしたい、子供の場合はね、お子さんの場合はいろんな人と交流させたい、お年寄りになっても、他の人と関わっていきたい、他の人に支えられたい、思うとやっぱり自分たちのいつも行動してる姿勢ってものすごい大事ですよっていう話です。で、本当やったらそれが1500人以上いていいはずなんですよね。1万5000人いてもいいはずなんです。そういう声を今届けていかないと、その時期に来てるんですよ。早くもの言ってください。で、吉国光信でいいです、吉国光信以外いないですよって話なんで、ものもっと言わないと今の間にね。はい、そういう意味で皆さんにお会いする時間を毎回とってます。毎月毎週とってます。で、今日も一緒にお話鍋する機会ありました。昨日も行ってました。今日は2回行いました、話する機会というわけで、はい、皆さんの関わり声かけいただけるのを待っています。私自身もどういうことをしていきたいか、もっと具体的に話す必要があります。それの今練習を行っていますということで、はい、今日の動画投稿は以上です。毎日毎日楽しいです。毎日毎日楽しみにしています。皆さんも、はい、楽しめるような生活を送ってください。一緒に作っていきましょう。